さん、こんにちは、ひろきです。いかがお過ごしでしょうか。私はぐっすり眠ってすっきりです。さてさて、今日の名言のコーナーです。今日はですね、これはどこの人だったっけな、ドイツの哲学者、ショーペンハウエルという方ですね、の名言です。この人の名言、いい印象残ってないんですけど、はい、確か2回目か3回目の登場ですね。はい、早速読み上げてみます。人はその生涯の40年間で本文を著述し、これに続く30年間において前者についての注釈を付加する。これ要するに、40プラス30で70年間、人生70年の時代の話ですよね。今人生100年時代なんでね、ちょっと話が変わってくるかなと思うんですよね。はいはいはい。まあただ言いたいことは伝わりました。はい、言いたいことは分かりました。はい、人はもうある程度活動できる期間、元気に活動できる期間が決まっていて、それが本文だと。で、まあ残った人生はそれに注釈をつけるだけ、振り返るだけの時間になっちゃうよということが多いよということですね。はい、それは理解いたしました。はいはい、確かにそうですね。はい、まあ、ただそんな悲しいこと言わないでよって思っちゃいますけどね。はい、ということで今回も最後の最後の最後にもう一度名言を発させていただいて、終わりにしたいと思います。それではまた皆さん別の配信でお会いいたしましょう。それでは参ります。人はその生涯の40年間で本文を陳述し、それに続く30年間において前者についての注釈を付加する。